厚みの千尋美術館で企画展子どもの部屋が開催されています岩崎千尋の生誕100年を記念しライフをテーマにした展示の第3弾で建築設計やインスタレーションなどを手掛けるトラフ建築設計事務所とのコラボレーションです千尋作品に数多くの帽子が描かれていることに着目館内では 広げ方によって形を変えることができる紙製の空気の器を使ったインスタレーションを展開しています展示室には様々な帽子を描いた作品と子供の部屋を描いた作品が並びます千尋の描く麦わら帽子からイメージして制作した作品は大きな帽子の形ツの部分のテーブルでは子供の顔を描いた紙に 大人も子供もユニークな帽子を書き込んでいました。以上、松本経済新聞がお伝えしました。